はい、どうも、百均です。今日はダイソーの方で気になった商品紹介したいと思います。今回気になった商品はこちらになります。メタリックパズル。前回ミリタリーっていうのをね、紹介させてもらったんですけども、その第2弾ですね。こちら作っていこうと思います。で、今回は、まあ、建設機械という形で、まあ、このフォークリフトみたいな形のものになりますね。今回52ピースということで、パーツ数約50ですね。前回同様、六角レンチとスパナ、あと組み立て図が同封されてます。まあ、こちらもね、食ってみて、なかなかこのよくできた商品かなと思うんで、工具使って、まあ、ネジとかで出来上がるということなんで、まあ、こちらもちょっとじっくり作っていきたいと思います。借金。はい。まあまあ、完成図こんな感じですね。組み立て方法、こういう形で。工程としては7工程あります。で、パーツが、プレート型のパーツと、こういうネジとかのパーツ。じゃあ、早速作っていきたいと思います。はい。まあ、この辺がね、工具が付属されているので、こちらを使って組み立てていきます。完成ですね。こういう感じの、ちゃんと一応タイヤもね、回るんです。こういう感じで、はい。前回のミリタリーヘリコプターに比べると比較的作りやすかったです。うん。でもなんかね、やっぱりちょっと手先が器用じゃないとしんどいんだろうなっていう、まあ、僕もね、器用な方じゃないんで、結構苦労しましたけど、まあ、器用な人だったら多分ね、もうパパパッと作っちゃうんでしょうけどね。はい。でもまあ結構ね、これネジ使ったりして取り付けるので結構面白いですよ。まあ子供用という形ですけど、はい、十分大人が楽しめる商品ですので、まあ興味がある方は一度チャレンジしてみてください。今回はこの建設機械紹介しました。ちょっと何種類あるのかわからないんですけど、とりあえずあともう一種類、あとこちらがね、はい、今度レスキューというものがまたありましたので、次回こちらまた次の動画で作ってみたいと思います。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。